トーマスのキャラクター紹介。今回はハンナです。ハンナはテレビ版第21シーズンから登場するオープンデッキ付きの客車。ノースウェスタン鉄道の所属で、トーマスの視線で働いています。ヘンリエッタと同型で、ハンナは妹です。モデルになったのは、ロンドン&ノース、イースタン鉄道のオートコーチ、四輪客車。性格は、荒々しくて、競争や速く走ることが好きです。そのため、姉のヘンリエッタとは真逆で、スピードハンナというあだ名まであります。トビーもヘンリエッタと比較して、その性格には呆れているようです。一応年代物の客車のため、作りが脆くなっていて、スピードの出しすぎでバラバラになる危険もありました。CG でのハンナのモデルはヘンリエッタを黄色にして、左右にランプをつけただけという仕上がりだそうです。また、CG シリーズの女性キャラクターとしては、唯一、トーマスとの接点が未だにないキャラクターでもあります。ヘンリエッタと対照的な荒々しいハンナ、もっと活躍してほしいですね。